まあ、でも念願であるきりたんぽを食べ、あとなんだっけ、比内地鶏の唐揚げを食べたりとか、で、さっきみんなにもお土産渡したんだけど、そこのね、お土産でもちょっと一つ問題が発生しちゃって、とりあえず名産品全部、稲庭うどんとかも買って帰ろうと思って、でもあんま日持ちするものがね、そんなに、いぶりがっことかも、みんなに何をお土産買おうと思って、こういろいろ歩いてたら、おばちゃんがこれ食べてってって言ってくれた、なんかこう黒大豆っていう、なんか周りが飴みたいになってる、食べると、実はその中を結構シャリシャリとした不思議な食感のお菓子があって、あ、これみんなに買って帰ろうってその秋田の時は私思ってて、で帰ってきてママに、こう、まあこんな買ってきた、今度うどん作ってとかパパにこれあげるとかやってて、で、お土産広げてたら、なんか、あ、ちょっとね、これめっちゃ美味しくてって、その黒大豆開けてしまってるの、私。で、その時何も考えてないから、みんなで食べようって言って、ザーって出して、食べ始めて、で、一週間後ぐらいに、あれ、私みんなに何あげるんだっけと思って。そう、ここにもそうだし、他のお世話になってるところにも、あれあれ、モロコシアンってママ、空いてるよみたいな。あれはいはいはい。あれうどんって空いてるよって。なってそう、やばい、全部開けちゃったってなって、今日なんかちっちゃい巾着みたいなの入れて残った黒大豆を持ってきたの、これなんかこれ残りなの、これ。そうなのよ、なんかパッケージ、さっきもね、別のところで演者さんにあげてきたんだけど、これどんな素材が入ってるのって聞かれて、あ、見ますねと思ったけど箱ないと思ってこのシャリシャリの、いや何にも成分、カロリーの彼女もないと思ってね、ちょっとね失敗しちゃったんだよねごめんごめんみんなで、その売店のおばちゃんともなんと写真を撮りました、記念写真。いやー、この写真を見るたびになんか秋田に帰りたいなと思う。帰る家はないけども、秋田はすごい暖かい街でした。そう。